はい、おけんよう、みつけまです。今日もポケモンスカーレットをやっていきたいと思います。前回ゼロエリアの奥の方、最下層まで来たんですけど、どうやらこの奥にゼロの秘宝テラファゴスがいるらしいので、早速行ってみたいと思います。それじゃあ行きましょう。ひえ、これ滑りはしないんだ。氷ではないもんね。あ、いた。すぐちゃん。無事ですか？うわ、すげえ、ここ。ふんげえじゃん。ここ最後なのかな？最後の部屋っぽい。キラキラだ。いないね。テラパゴス。何ここ、ずいぶん雰囲気違うわね。ゼロの秘宝どこだ。すぐりくん、あれだ、奥の柱に何かある。なんだ、何か、どれ。あ、ほんとだ、ちっちゃいのがくっついてる。この石が秘宝？確認するので待ちたまえ。ゼロの秘宝さえ手に入れば、今度こそエマに勝てる。すぐ、あんたまだそんなこと言ってんの？姉ちゃんは黙ってて。俺は、エマが羨ましい。ポケモン強くて、どこへでも行けて、誰とでも仲良くできて、俺がずっと好きだったオーガポーにも認められて、すぐも頑張ったじゃん。姉ちゃんだって最初意地悪してたくせに、すぐエマのこと好きだし。それは俺には何もないよ。血が滲む努力しても無駄だった。叶わなかった。俺にはもうこれしか、やはりその結晶しか考えられない。空気読んで。さあ、すぐりくん、ゼロの秘宝を引っこ抜くんだ。そんな風に思ってたんだ、すぐちゃん。そんな引っこ抜くので取れるの？あ、取れた。取れました。間違いない。その結晶こそテラパゴスだ。あ、光った。どうなる？おお、来た。かわいい。かわいいな。あ、やばい、また。なんでエマに来ちゃうんだろう。あ、マスターボール。チャンピオンになったもんね。もらえたもん、そういえば。あ、やったじゃん、すぐちゃん。ゲットだぜ。今のがテラパゴス？捕まえたんだよね。これでやっと。素晴らしいよ、すぐりくん。マスターボールを所持しているとは、用意がいいね。エマも2個ほど持ってますけど。これでいつでもテラパゴスを研究できるが、今ここでテラパゴスの力見せてもらうことは可能だろうか。だってさ、エマ。俺も試したくて仕方ないんだ。準備できたら始めようよ。あえー、また戦うの？すぐちゃんと。やだー。しょうがないな。戦うしかないか。テラパゴス何タイプかな？岩？岩っぽい？結晶だし。あ、でも、ステラ？ステラだったらタイプとか関係ないのかな？とりあえず岩かなって思うので、スシローで行こうかな。ここもダブルバトルなのかな？ちょっとわからん。よくわかんないポケモン戦わせて大丈夫なの？わからん。大丈夫なのかな？先生、止めてくださいよ。
あ、早く見たい。テラパゴス、その力。あ、ダメだ。目バキバキだもん。もう止められないわ。じゃあ行きますよ、すぐちゃん。準備はいい？はい。位置さついて。行きますよ。え、普通にフルパでバトルなのかな？テラパゴスだけ？覚悟はいい？今度こそエマに勝つ。マスターボール、やっぱテラパゴスだけなんだ。ポケモントレーナーのスグリが勝負を仕掛けてきた。きた。ステラになるのかな。行けテラパゴス、エマに力見せてやれ。テラスチェンジ、何それ。うお、相手のテラパゴスの姿が変化した。青の円盤テラパゴス。え、何この姿。そういえばアニメでもこんなんなってたな。何なんだろう。とりあえず波乗りをしてみる。これがゼロの飛行の真の姿。これなら勝てる。え、なんで。え、何、なんか歪めてきた。全部今一つになるの。うわ、思念の頭突き。エスパータイプだったり。ちょっと竜の波動、あ、ちょっとミラーコート貼っとくか。あ、早いぞ。お、ナイス、スロー。あ、決まんなかった。ミラーコートってこれ、カウンター技なんだっけ。あ、そうだ、これ、あれかと思った。壁張ってるやつだな。カウンター技だ。あ、これは普通に行くんだな。波乗りが効かなかった。水タイプが効かなかった。どういうこと。ほい、半分減ったぞ。テラパゴスの力はこんなものでは。何か条件が足りていない。なんだ条件って。条件、んー、なんか違うポケモンにしてみる。ミューズで行ってみるか。何タイプ。タイプとか変わるのかな。テラスタルしてみる。これでどう。変わるかな。なんか条件ってもうテラスタルぐらいしか思いつかないけど。さあどうだ。違う。倒しちゃったけど。え、こんな時まで急所。どんだけ主人公なんだべ。急所絶対なんです。え、これ倒しちゃったけど。そんなもんなのか？ん？なんか条件が、どのコーナー言うてたけど。なんで？テラパゴスさえ、ゼロの票さえあれば、強くなれるんじゃないの？エマに勝てるんじゃないの？すぐいい加減、もうやめ。やはりおかしい。先生マジ空気読んでください。テラスタルエネルギーの出力が低すぎる。スカーレットブックに描かれた姿と違うのも気にかかる。テラパゴスはゼロの秘宝じゃないってこと。いや、足りないのか。秘宝足り得る条件が引っこ抜いたからいけないじゃない。そうか、テラパゴスはテラスタルエネルギーそのもの。スグリ君、今すぐテラパゴスをテラスタルしたまえ。テラスタルオーブのエネルギーに呼応して、秘宝は秘宝たる輝きを発するだろう。わかった。またバトルするの？これ。おー。
り、スカーレットブックは正しかった。テラパゴスが完全に目覚めた姿。これこそがゼロの秘宝。うおー、すげえ。でけえ。ビカビカな。うおー。すぐちゃん？大丈夫？あ、ホライドン。かっけー。やばいやばいやばい。やばいよ、すぐ。ボールに戻した方がいいって。うん。戻れ、テラパゴス。あれ？やばい。マスターボールが壊れた。え？戻らない。どうし。強すぎるんだ。ボールに戻んなくなっちゃった。マスターボールさえ効かないの？やばいやばい、止めなきゃ。行くぞみんな。さっきテラスタンしちゃったよ。エネルギーが暴走している。このままでは危険だ。すまないみんな、テラパゴスを止めてくれ。ねえ、すぐも早くテラパゴスなんとかしないと。こんなはずじゃ。違う、俺のせいでこんなことに。サブちゃん大丈夫だから、落ち着いてください。気にしてないんで。ありがとう、ヤマソちゃん。回復した。テラスタルの使っちゃったよ。なんで。何これ、注目の的になった。わお、ヤバスチャしかいないみたいな言ってたよね。ダメージを軽減するバリアか。テラスタルが有効かもしれないよ。でも使っちゃったんだって。テラスタルさせてよ。痛い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 。テラスタルさせてよ。あ、あと1回で止まるって。よかった。あぶねー、済んだかと思ったよ。あ、でも一回ミューズに交代しようかな。やばい、ヤバソちゃんも死んじゃう。スシロー。だってお姉様はもうヤバソちゃんしかいないって言ってたよね。やばいよ、お姉様もテラスタルできないのかな。行こうミューズ。すぐちゃんも手伝ってよ。今だ、君たちテラスタルで反撃だ。先生、誰のせいでこんなことなってると思ってるんですか。先生、行くぞミューズ。テラスタルだ。めっちゃ硬いもんね、あのバリア。上のさ、キラキラのゲージのとこ硬すぎ。こんなに注目の的になって大丈夫なの？ヤバスちゃん死んじゃうよ。いくぞ、ほら、ナイス。お、バリア砕けた。体勢を崩した。ナイス。何？あ、吸収されてしまった。強制テラスタル解除されたんだけど。テラスタルエネルギーを吸収した。え、解除されちゃった。また貯めないと。ヤバソちゃん、そんな、もういないって言ってたよね。ヤバソちゃんやられちゃった。何これ、強すぎなのよ。すぐちゃん、うわ、またまたバリアしてるよ。え、テラパゴスのタイプが変化した。あれほどのバリアをまたエネルギーを吸収し再展開したのか。すぐ、あんたも戦いなさい。エマだけ頑張ってるじゃん。本当にそう。無理だ、俺なんてできっこない。そう思ってるからね、やらないと。宝くじだって当たん、
買わないと当たらないんだからさ。すぐちゃん、何タイプになったの今。はい、急所でこれだもんな。強すぎるって。今何タイプってどうやったらわかるんだろう。痛い、すぐちゃん助けて、すぐちゃんいないと倒れちゃうよ。今世界の終わりだよ。痛いって。ちょっと今だ、エマくん再びテラスタルで輝けるよ。もう一回やるか、行くぞ。どうせ一回で多分ね吸収されちゃうから行くしかない。よし、先生はポケモン持ってないんだね。いけ、壊せ。はい、どうだ、ナイス、いいよ。また、また座れた。あー、またもやエネルギーを吸収した。そう何度も可能とは思えないが。すぐ、エマが大変。ねえ、あんたも頑張んなきゃ。すぐちゃん、でも、ダメだ。俺は、俺なんか。すぐちゃん、一緒に。お願いだよ。あ、目に光が。一緒にやろう。泣いてる？エマも泣きそうです。三つおろしだ。今のために紙っちょ見つけてきてくれたんだもんね、最初。やっぱミューズがギリギリだよ。エマ、俺も戦う。すぐじゃあ、もうほんと遅いのよ。二人で全部なんとかしなさい。はい、頑張ります。やばいって、激アツなんですけど。泣きそう、もう泣いてる。泣きそうっていうか、もう泣いてる。あれ、草タイプが効果抜群になったの。何タイプになったの。あ、いた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 、ありがとう、ありがとう。水飴ボム、水飴ボム何タイプそれ。今何タイプになってんだろう。こういう時はカヌちゃんか。カヌレ行くぞ。じゃれつくとかいかがでしょうか。ああ違うな、何が効果抜群なんだ。あ、痛いですよ。ダメ、お前これ何タイプなんだよ。草？草タイプ？フェアリー？フェアリーかなって思ったけど違うんだ。素早さがあった、ナイスすぎ。あ、テラスタルいけます、行こう。当ててくれカヌレ、行くぞー。オッケーオッケー。あれ何、さっきと違う。あ、もうバリア張れなくなった、もう元気ないんだ。よし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 、エネルギーの吸収やバリアの再展開は不可能のようだね。好奇だよ、私が許可するわ。やっちゃえあんたたち、許可された。行こうすぐちゃん、一緒に倒そう。
どうしよう。すぐちゃん何がいい？やりつくでいい？やりつくよ。行くわよ。行け、とどめさせすぐちゃん。あ、向こうの方が早い。痛い。行け。やった。すぐちゃん。もう一緒に頑張ったね今。あ、戻った。今ならボールに入るかも。捕まえないっていう選択肢あるのこれ捕まえないとどうなの。え、どうしよう、これどうしよう。え、すぐちゃん、ちょ考えていい、これ。え、どうしよう。すぐちゃんにあげるみたいな、そういうことになるのかな。え、待って、これさ、でもさ、すぐちゃんがもともとさ捕まえてたわけじゃん。エマちゃんはさ、これ譲った方がいいのでは。え、すぐちゃん欲しいんじゃないのだってね。え、どうしよう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 。ちょ、すぐちゃん、すぐちゃんにあげる。捕まえない、俺じゃない、エマが捕まえて。え、すぐちゃんいいの、あんなに欲しがってたのに。じゃあ捕まえるよ、いいですか。え、ボールなんかおしゃぼにした方がいいかな。おしゃぼあんま持ってないけどフレンドボール、友達と一緒にラブラブボールフレンドボールか、やっぱ友達と一緒に行きます。いけ、フレンドボール初めて使った、これどういう効果な。すぐちゃんという友達と一緒にゲットした証ですよ。あー、やったー。ゲットです。終わったの、みんな無事かい。先生は大丈夫ですか。大丈夫そう。ああ、私は問題ないよ。私のせいでみんなを危険な目に遭わせてしまったね。本当に申し訳なく思うよ。それは本当にそう。先生テラスタルバカなんだから、もっとおとなしく大人として自覚ください。返す言葉もないよ。俺も良くなかった。ずっとエマに憧れてて、ずっとずっとエマみたいになりたくて焦ってたんだ。でもやっぱり俺には無理だ。やっと諦められる。そんなことないよ、かっこよかったよ。惚れ直しました。そんなこと。すぐちゃん、なんか本当にバカな弟なんだから。やっと素直になれたじゃん。お姉様も泣くの。さぞや怖かったろうに、それでもみんな輝いていたね。さて、最終的にエマくんがテラパゴスを捕まえたことだし、エリアゼロ調査は終了だ。ブルーベリー学園に戻るとしよう。めっちゃ泣いてる。エマも泣いていいか？あ、戻ってきた。やっと帰ってこれたわ。桃高さんに連絡。いや、出版社が先か。エマ、何？俺、リーグ部のみんなとか。迷惑かけた人にちゃんと謝りたい。エマにもごめん。いいんだよ全然。だからまたそのやり直したくて、ゼロからまた俺と友達になってくれる？当たり前だー。すぐちゃん、
あんたたち置いてくよ。よかった、仲直りできた。夜明けですね。長い夜でした。ゼロの秘宝終わりました。めちゃめちゃ良かった。もう前編からさ、もう後編までの間、リリースまでの間もう絶望し尽くしてたんですけど、私もうすぐちゃんと一生仲良くなれないのかと思ったけど、最後ねまたゼロから仲直りができました。友達になることができました。またさ、表祭り一緒に行ってくれるかな、すぐちゃんね。オーガポンも一緒に行ってくれるかな。もうだって過去はいらないとか言われた時もマジでうってなってたもん。ダメージがきつかった。もうさ、カミツオロチはさ、こうエマに見せたいんだよねって言ってたリンゴ飴みたいなポケモンをさ育ててたわけじゃんねえ。すぐちゃんそういうとこやぞ。でもさ、オオタチはどこ行ったの、すぐちゃん。結局最後までオオタチ出てこなかったけど、どこ行っちゃったんだろう。お家で待ってるのかな。ちゃんといい子いい子するんじゃぞねえ。あーでもめちゃめちゃ良かったな。ダウンロードコンテンツ満足度えぐいんだけど。うわー、もうみんな絶対やった方がいいよねえ。後編の方の出てきたさ、後編で出てきた四天王の4人もすげえ良かったし、キャラがねすごい立ってて良かったです。柿翼さんがちょっとね、なんかずっと何考えてるか分かんなくて怖いんだけど。みんなとまた仲良くできるかな、すぐちゃんたち。またみんなで仲良くやっててほしいな。あとね、まだね、なんだっけ、図鑑、北上図鑑埋まったんだけど、全部見っけたんだけど、あとね1匹だけイベントを進めないといけないらしくて。サザレさん覚えてる、みんな。北上のとこにいたさ、翡翠ガーディ連れてたサザレさんのイベントをしないと最後の1匹が取れないらしいんだよね。なんでこの後ね、サザレさんのイベントやっていきたいと思うよ。うわ、どうなるんだろう、何出てくんだろうね。もう本当に良かった。もう一生すぐちゃんと本当に仲良くなれないんだと思ってたもん。誤解も解けたし、誤解は解けてないのかいやでもこの後多分ね、あの時はこういうことがあってそういう行動をしたんですよっていう話をねきっと知ってるはずなので、あのお姉様もすぐちゃんのために隠してたんだよっていうのをきっと今ね、食堂かなんかでスペシャル定食みたいなやつ食べながら話してるんじゃないでしょうかね。もう本当にあの時心が痛すぎて辛かったよ。エマちゃん言いたかったよ、お姉様いたよって。でもお姉様もお姉様でちゃんとね、考えてやってたことなので、別にすぐちゃんをいじめたくてさやってたわけじゃないから、今のすぐちゃんならきっと分かってくれるはず。またみんなでリンゴ飴食べたいな。リンゴ飴食べたいなっていうか、今度買ってこようかなあーよかった。この後ってどうなるんだろう。終わり、一応お話は終わったけど、ちょっともうちょっと探索してみようかな。
ゼロの秘宝、お疲れ様でした。ありがとうございました。うわ、めっちゃいい人じゃん。ちょっと取っちゃお。また表祭り行けたのかな。嬉しいね。あ、おはようございます。いや、大変な夜でしたよ。お、なんだ。放送室より生徒のお呼び出しです。オレンジアカデミーよりお越しのエマさん、村井先生から連絡です。 1-4 の教室へいらしてください。テラスタルに関する大事なお話があるそうです。おーい、なんだ。ちょっと行ってみるか。1-4。みんないるじゃんっていうか、すぐちゃんどこ行ったんだろう。まあいいや、行きます。どうしたんですか、エマくん。よく来てくれたね。ゼロの大空洞での疲れは癒えただろうか。あー、はい、はい、若いんで。さすが若いね。私なんて数日経ってもまだ疲労が残ってるよ。筋肉痛は遅れてやってくるからね。ところで私は大空洞で調査したことを本にするため、あれから寝ずに執筆していたんだ。ちゃんと寝ないと。もちろん、桃高さんに許可を取り、具体的な事件や個人名などは伏せているので安心しておくれ。さっき届いた本の見本がこれさ。エマは本、ゼロの秘宝を手に入れた。ゼロの秘宝、ゼロの大空洞の探検記の見本。調査中起きたことやブライア先生視点の考察が長文で書かれている。ゼロの大空洞では本当に迷惑をかけてしまったからね。お詫びと言ってはなんだが、ぜひ君にももらってほしかったんだ。ところでエマ君のテラスタルオーブを見せてくれないか。え、なんだ。やはりスグリ君、ゼイユ君のオーブと同じ反応を示しているね。え、大空洞でテラパゴスのエネルギーに直に触れたからかもしれない。スグリ君たちが言うには、大空洞後オーブをチャージせずともテラスタルできるようになったそうだよ。え、マジ？ポケモンセンター行かなくていいの？やった。そして大空洞関連でもう一つ共有事項があってね。テラリウムドームの天井にぶら下がっているテラリウムコア、うん、あれには以前から私がパルデアの土やテラス池の水をたびたび注入していてね。その結果、学園内でテラスタルを安定して使えるようになっているのだが、先日大空洞で採取した結晶を入れたらコアの性質が変容してね、ドーム内で虹色に輝くテラスタイプステラのポケモンが出現するようになったのだよ。マジすごいじゃん。テラスタルの研究がはかどって一層輝いてしまうね。マジすごいじゃん。テラスタイプステラのポケモンはテラスタルすると全てのタイプごとに技が一度ずつ強力になります。レイドバトルでテラスタルした時はずっと全ての技が強力になります。強ない。あと、そうだ、エントランスロビーで黒いスーツのおじさんが君のことを探していたよ。誰？黒いスーツのおじさん。報告は以上だ。時間を割いてくれてありがとう。私はこれから出版社に赴くので失礼するよ。また今度テラパゴスをじっくり観察させてほしいな。誰？黒いスーツのおじさん誰？いた？黒いスーツの人。誰だろう？行ってみますか。エントランス？どれ？あ、いた。これ？誰？マジで誰？本当に誰？おやつおやじ誰？誰？おや、もしかしてあなたが噂の人だね。パルデアから留学中のエマさん、そうでしょう。僕はおやつおやじ。僕はね、頑張っている学生さんが好きでね。特にブルレコを頑張っている人にご褒美のおやつを差し上げてるんだよ。おやつはポケモンの好みに合わせて手作りした特別品。持っているとどこかですごいポケモンに会えるかもしれないよ。ブルレクたくさん頑張ったら僕に教えてね。ブルレクどんぐらいやったらいいんだろう。10回も達成。ありがとうございます。グラードのおやつ。
ありがとうございます。伝説のポケモングラードンが好む食材で作られたおやつ。グラードンってポケモンはね、とっても珍しくて、めったに会えないんだよ。グラードンといえば僕が若い頃にね、カルデア地方を冒険していた時にグラードンを見かけたことがあってね。町の下に大きな空洞があるでしょ？なんていう名前の町だったかな。ともかくそこをチラッといたんだよ。あ、グラードンだって思って元気よく挨拶してみたの。だって大陸ポケモンだからね。え、そんなグラードンってそんな感じでいるの？普通にいるんだ。そうしたら大きな爪を見せてくれたよ。おやつを持っていればあなたももしかしたら会えるかもしれないね。グラードンに会えたらよろしく言っておいてね。何者なんだこの人。とんでもないじゃん。え、またなんかくれんの？ブリザポス。ブリザポスなんだっけ？ブリザポス誰でしたっけ？あの頭おっきいやつだっけ？とっても珍しくてめったに会えないんだよ。ブリザポスといえば僕が若い頃にね、カルデアの雪山で趣味の登山をしていたんだよ。雪道を歩きに歩いてもう少しで山頂かなと思った矢先、崩れた家を発見してね、壁はまだしっかりしていたからここで一休みしようかと覗いたんだ。そうしたらなんと先客がいてね、白い雪のようなポケモンブリザポスが中で寝てたの。いやー、あれには驚かされたね。この人伝説のポケモン会いすぎじゃない？おやつ親父何者なのこの人。めっちゃくれるんだけど。あ、スイくんだ、スイくん。なんかアニメで普通に捕まってたけど。スイくんといえば僕が若い頃にね、ある日パルデアの有名な湖でスイくんを見かけたからね。僕とスイくん、どっちが早く岸まで泳げるか競争しようって言ったのね。用意どんで泳ぎ始めたら、スイくんは水の上を走るから早くてね、こっちは人間だから背泳ぎだよ。いい勝負だったんだけどね、ギリギリで負けちゃったんだ。ギリギリなんだ。すごいねこの人。本当に誰なんだ。なんか関係者の人なのかな。ユニオンサークルでお友達ブルレクをたくさんやったら始まるみたい。え、お友達とやらなきゃいけないのか。ちょっと探すか。お友達、お友達を探すところから始めないと。あとはやることないのかな。すぐちゃんたちどこ行ったの。ねえ、すぐちゃんは結局何だったんだ。あの人謎の人だったな。ねりねちゃん、あ、で校長先生いるじゃん。お、なんだ校長先生。あれ、エマさんちょうどいいところに。聞いたよ、ブルベリーグのチャンピオンになったんだって。いやー、すごいね。エマさんに来てもらって本当によかったよ。君が来てからしばらく経つけど、ブルーベリー学園は楽しんでもらえてるかな。楽しんでます。いいねいいね、ちょうどいいね。そんなエマさんに折り入って相談があるんだけど、エマさんがブルーベリー学園に来てくれたおかげで学園全体がとっても活気づいたんだよね。あ、そうなんだ。エマが可愛いからかな。これからはもっと積極的にパルデア地方からいろんな人を特別講師として呼びたいなって思って。特別講師？君って顔広そうだし、お友達も多いでしょ？学校の先生や事務リーダー、強いお友達なんかいたら学園に招待してほしいな。え？ネモちゃんとか呼べるってこと？いいけど。マジ？来れんの？さすがチャンピオン、頼もしいね。どうやって呼ぶの？部室のパソコンから招待する人に連絡取ってみてよ。交通費とかで BP が必要になっちゃうからあげとくね。ありがとうございます。BP 全然貯めてないんで。助かる。特別講師として招待した人はこの部室に待機してもらうから、ついでに交流とか深めちゃいなよ。それじゃあ任せたねー。はーい。え、マジ？呼べるの？本当に？ちょっとやってみよう。
リーグ部部室にあるパソコンから特別講師としてブルーベリー学園にパルディアの人たちを招待できます。同時に招待できるのは2人までで、招待した人は交流や勝負ができます。2人呼べるんだ。ちょっとやってみよう。特別講師を呼ぶ。200BP で呼べるんだって。今はジムリーダーだけ呼べるみたい。ちょっと呼んでみる。じゃあ最初はグルーシャちゃんと、でもトーって言えるほど持ってる。持ってるわ。大丈夫、 BP ある。うわ、来た。本当にすげえ。寒いの。ここ空調効きすぎだよ。すげえ。もう一人呼べるんだ、これで。どうしよう、間違えた。誰呼ぼう。なんじゃむちゃん呼ぶ。なんじゃむちゃん呼ぶか。おはこんはろちゃおー。あなたの目玉をエレキネット。何者なんじゃ。なんじゃもです。おはこんハロチャオ。もうだいぶ言えるようになったよ。すごくないこれ。どこにいんの。てかいるじゃん、みんな。ハロちゃん、赤松くんは今日も元気だね。そりゃね、ご飯がっつり食ったから。男の子っていっぱい食べるもんね。男っていつも腹減ってるよ。そうなの。何それ、変なの。それで何かな、私に話したいことって。そういう話だったよね。赤松くん？マジ？やっぱり今日はやめとくよ。今度で。赤松くん！言うんだよ、今。マジ？ちょっとそういう関係なの？お二人さん、いいじゃないですか。応援しますよ。頑張って、赤松くん。なんか協力できることあったら、いつでも言ってください。翼さん。ハロー。違う、翼さんに話しかけたいんだけど。オースチャンピオン。ブルベリーグお疲れさんだったな。チャンピオンが変わったおかげで、張り詰めてた空気がやわ濃くなった。翼さん的にはスグリとも楽しくやりたかったんだけどよ。思い描いたようにはなかなかうまくいかないね。どいつかできます。大丈夫で。さすが現チャンピオン。いいこと言うぜ。兄弟のこと利用したみてえになっちまったな。そんなつもりはなかったんだけどよ。オイラもチートマジになっちまった。それについては改めてまた詫び入れさせてくれ。いいんだよ、全然。お二人さん。どんなもんじゃ TV のなんじゃも。グルーシャ氏、僕の動画知ってるの？この二人、すごい、なんか、顔がいいな。顔がいいぞ。大会前とか、たまに見てた。元気もらってたよ。変な挨拶やり出す前から知ってる。子さんだー。そんな前から？嬉しいや、恥ずかしいや。でも昔の方が体張ってて好きだったかな。最近は企業案件多いし、変に大衆向け狙ってて。結構寒くなってるよね。ファンチってやつこれ。あれ、意外とめんどい子さんファンだったか。こういう会話も聞けちゃうんだ。楽しいね。じゃあブルレク頑張りつつね、なんかちょっと呼べるとき呼んでいきたいと思います。ほい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回、サザレさんのイベントやっていきたいと思いますので、また次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。